こっちに運ぶわよ。意外と重い。でも、あと少しであるぞ。그리고오아코나시키고있죠せーの。ああ、重かった。ねえ、ノルちゃん。起きて。ちゃんと目を覚まして。게임계에서는イッオリ라고불리는회사가。そうだよ。あんなんでまさか死んじゃったりなんてしないよね。ノル。ねえ、ノルってば。비슷한이미지를가지고있어요。やった目を覚ましたここは、クラウド。僕はどうして。あなたは、まがまがしいエネルギーで、過度に操られていたんですわ。そこを私が、食料法的に助けてあげた、みたいな。思い切りぶっ飛ばしてたけどね。そう。최대한약하게때린건데도언턴킬이었어너르니디아짠다봐너르니있더라너니바카야떼르노도어스테짠도소단시테쿠레나카타노요마마너르짠와디아짠야와타시타치노타메니히토리데간바테쿠레테단다요そうだね。私たちをかばってくれてありがとう。ええ、おかげで私たちは今こうして無事にここにいられるんですもの。よかった。マウリさんとキリさんに相談して本当によかった。なるほど。それでマウリたちが。ほんとベアのことといい、いろいろと間一髪だったわね。ねえ、マウリ、そういえばあの時のクラウドの映像は一体どうしたの？それ、私も気になっていたのよ。フェア以外がカメラとかを操作できるとも思えないし。あははは、アーシがクラウドの機械なんてわかるわけないっしょ。じゃあどうやって？実はね、初めてこのクラウドに来た時に、やっぱマウリよろしく。もう自分がやったんだから素直に自慢しとけばいいのに。ね、初めてここに来た時にさ、こっそりカメラをつけさせてもらったっしょ。まあなかなかに面倒だったけどね。へえ、ここがクラウドか。画面がいっぱい。すごい、これ全部モニターなんだ。解像度高、発色もいい。ここならバレずに設置できそう。オッケー。マウリ、キリ、あんまり変なところ触らないようにしてくださいね。よし、カメラ設置完了っと。さて、これでようやく話が進められます。トマ、こんな感じ。やるな、貴様ら。なんだかスパイみたいなのだ。でも、なんで最初の時点でカメラなんて仕掛けようって思ったの？今思えば仮想空間で出会ったフェアさんとクラウドで出会ったフェアさんは違いすぎたってわかる。でも姿形もそっくりだったし、私たちなんてちっとも疑ってなかったわよ。っていうか、クラウドに来る前から疑ってなきゃできないよね。確かに。実際のところミーポンの言う通りだよ。最初から疑ってたんだよね、あーしたちは。奥さんのカラーとそっそよ。ね、自分とマウリはみんなより後に召喚されたんだけど。뜬금없는초중계는아니죠。デュプリケートだっけ。
想空間。そこでフェアに、その、聞いたんだ。そうそう。フェアリン自身は今、囚われの身になってるってね。で、フェアリンを捕らえた角がフェアリンになりすましてるって。なるほど。そういうわけね。だったら最初に教えてよ。ごめんなさい。自分たちは、その、なぜか惑星ブンブンに召喚されたでしょ。それで、なんとかしてこの惑星に来たけど、確証がね、なかったんだ。どういうこと？アースたちがブンブンからこっちに来るまで、時間がまあかかっちゃったわけ。その間にどんな状況になってるか分かんなかった。ぶっちゃけみんなが角に言いくるめられてるってそういうこともありえるじゃん。それで何も言わずに様子を見ていたと。そういうこと。それで様子を探ってたところにディアチからノルルの様子がおかしいって聞いたんだ。んで調べていってさっきの映像が撮れたってわけ。マウリよ、お前意外と慎重なのだな。うん？アーシのこと見直した？マウリさん、キリさん、本当にありがとうございます。礼なんていいっつーの。それより証拠がうまく抑えられてよかったわ。これもキリのおかげだよ。そんな、マウリがいてくれたからだよ。でもこれでひとまずは切り抜けたね。쟤들은전투에서안나와가지고존재감이좀몇긴해요。みんな黙っててごめん。ごめんなさい。謝らないで。マウリたちのおかげでみんな無事なんだから。そうですわ、黙ってる必要があったんですもの。仕方ありませんわ。でもこれまでのことって全部角が仕組んだことなのよね。私たちは手のひらの上で転がされてたってことよね。そう考えたらすっごく腹が立ってきたぞ。見抜けなかったなんて私のアホ。みんな悔しい気持ちはわかるけど気を取り直していこうよ。そうね、ギリギリのところで私たちは最悪の状況を回避できたわ。だから事態が好転したって喜ぶべきよ。そして早くフェアを探さないと。そうだよ、私たちの使命は角じゃなくてフェアに託されたんだよ。優しくて頑張り屋で、でもどこか危なっかしくて、なんだか放っておけない女神様にね。みんなでフェアを助け出そう。うん、くよくよしてる暇なんてないない。そうと決まればまずはフェアの居所を突き止めるところからね。ですが、実際のところ手がかりはゼロですわ。あのどうしたの、ノル。前に角が話してたのをちょっと聞いたんですが、どうやらゲミニオンに活動拠点があるみたいです。ゲミニオン？はい、ゲームが盛んな国です。ゲームなら？ゲームが盛んな国。바로가야지。まあ、それはぜひとも行ってみたいですわ。観光に行くわけじゃないのよ。もちろん分かってますわ。フェアさんを助けるついでにちょっと見るだけですわ。하지만거기에는비엘게임같은건없다고。よし、みんなそこに行ってみよう。アーシュラもついてくよ、みんな。これからは近くでできるだけサポートするから。自分も頑張るっす。それじゃあ僕たちは今まで以上に配信で皆さんをサポートします。それは嬉しいけど、でも角に騙されて始めたアシスタントでしょ。サポートする意味なんてもうないんじゃないの。そうだよ、無理に手伝わせたくないよ。정도걸리겠네요。違います、無理
じゃないですし、意味なら十分にあります。確かに僕は今まで角の言いなりでした。でも皆さんのお手伝いをしたいと思ったのは誰でもない僕の気持ちです。それに感動エネルギーが惑星存続のために必要なのは変わりません。視聴者も皆さんを信じています。だからこの先も配信させてほしいんです。角なんて関係ない、皆さんはもう僕たちみんなの救世主なんです。ぬるみ、貴様の助けがなくとも我は一人で救世主を務め上げるがな。でも仲間は多い方がいいわよね。それじゃあ手伝ってもらおうかな。改めてよろしくね、ノルちゃん。ありがとうございます。もうノルニー、泣いたりしたらみんな困っちゃうじゃない。よし、それじゃあ囚われのヒロインを助けに敵のアジトに乗り込もう。なんか広場が騒がしいね。もしかしてまた問題でも発生したのかしら。ノルちゃんとディアちゃんが住民のみんなに囲まれてるけど、雰囲気は悪くないみたいだよ。ノル、よくやったぞ。いや、ファンの鏡。すごい称賛の嵐ですわ。一体何があったのかしら。じゃ、こっそり聞いちゃおうぜ。賛成。まあ、盗み聞きは良くないわよ。そういうノワールもしっかり聞く体制みたいだけど。そんな全然聞く気なんてないんだから。まあいいけど。じゃあノルたちや住民に気づかれないように聞きましょう。ノル、本当にお前には感謝しかねえよ。俺はてっきり救世主様の配信終わっちまうかと。自分もだ。それがまさか配信続投してくれるなんて、ノルが頑張ってくれたおかげだよ。みーちゃんの配信がなかったら寂しくて生きてけねえとこだったぜ。僕はネプテューヌちゃんだね。彼女が次に何をするのか毎回目が離せないんだ。バウエサランピーナンドリコンディジリコン。すげえわかりみ、気になってしょうがないよな。ネプテューヌに된다는것은불랑도된다는거야。本当ありがとな、ノル。すごい、みんなちゃんとノルニーの頑張り分かってくれてるんだ。みんなありがとう。でも僕はそんな讃えられるようなことはしてない。なぜなら僕はファン第一号なら、このくらい頑張って当たり前だ。大好きだからやって当然のことなんだ。で、ネプチューヌ에게원탄킬당한거방송이됐는데도팬의귀가미르俺はマウリちゃんすか。ああ、もう全員比べらんねえくらい推しだよ。声援を、まだ知らない人に不評を頼むよ。目指せ惑星ウム全住民総ファンか。ちょっとノルニー、調子に乗らないぞ。あ、くなじゃない。ごめんよディア。でも今のノルニー、アシスタントとしてはとってもかっこいいよ。だからもう見習いの肩書き外してもいいんじゃない。そうかな。みんなに認められてよかったわね、ノル。そうね、なんだか自分のことのように嬉しいわ。제가홍보할만한사이트는거기는어지간한대기업아니면은비추받고막그러는분위기죠。카도니얻어사れて홍보를해도知った時はまさかって思っちゃったけど。애초에홍보용게시판에쏠리는관심도대기업아니면은거의쓰나많아요。효과가거의없어요。配信続けられるんだもんね。よかったよね。ノルったら付き物が取れたみたいな顔してるわね。今のノルがいてくれるなら
私たち本当にこの世界で一番になれるかもね。마크로스처럼뭔가전투기액션을다룬애니메이션이있어요거기에나온거ここがゲミニオン。どっかで見たような場所だね。なんか落ち着く。いや、敵の本拠地ど真ん中だっつーの。そう考えると普通の街に見えるのが逆に怖いわね。でもビビってらんないよ。だってベアちゃんはもっと怖い思いしてるはずだもん。油断すんなって言ってんの。特にミー、あんたはちょっとつ盲信なんだから。ユーの言う通りよ。どこかにフェアがいるなら角もきっといるはずだからね。大悟パンクよ。そっか気をつける。にしてもネプテーヌさんが珍しく静かね。ゲームって飛びつきそうだよね。그리고이쪽도천내공간。私だって今がどれだけシリアス展開なのか分かってるんだから。천내라는단어도사이버펑크물에서자주보이는거기도하죠。공각기동대라든가。欲望に素直だな。ゲームしたいの我慢してるんだね。この街は体に毒だよ。では早くフェアさんを助けてみんなでゲームをすればいいんですわ。そうだね。それなら心置きなくできるね。ゲームの国なのにベールが冷静だ。물론이게일본어판초창기버전에어느정도버전업이된버그라든가그런것을잡고정발이된거라서떴긴하지만은지금일본어판할때도그렇게치명적인버그는겪지못했네요。운이좋아가지고패치하는목록보면은몇몇치명적인버그들도몇개있던데。一番そわそわしてるのベールさんなんじゃ。街頭で流れてるゲーム映像見てるとさ、似てるって思わない？確かに。似てるって何が？私たちの世界、ゲーム協会のゲームに似てるんだよ。それを言うなら、我らの世界のゲームにも似ているのだ。어느세계든슬롯머신하고가챠게임은있는거군。我はゲームなどという自義はたしなまぬが。예서벌아くまで知識として知っているだけだ。저서벌귀때문에자꾸急にキャラ作りを思い出したわね。누가를얼굴을가려요。キャラ作りではない。我がたしなむゲームはチェスか人類の戦争よ。あと読む本は魔導書と司会文書だし。でもバイスちゃん、たくさんの文字があるとすぐ寝ちゃうじゃない。ああ、それを言うなと。あれほどミーたちの世界のゲームにも似てるのか。もしかしたらゲーム業界と私たちの世界自体が似てるのかもね。ちょ、みんな静かに。なんかやばい感じっしょ。あ、アンチがいっぱいいる。그래서지불안하고좀파장이많은것같아요。相手にしてられないわ。やり過ごしましょう。みんな블랑도숨기고있지만은한중2병했던시절이どうやら行ったみたいね。あっぶねー。さすがにあの数はきついわ。さすがはオワンダルの活動拠点といったところですわね。でもこれだけアンチがいてもコンテンツはオワコン化に向かってはいないみたいね。そういえばそうね。どういうことだ？アンチが多ければそれだけオワコン化が進むはずではないのか？敵の拠点が近いからかもしれませんわね。自分たちのいる場所までダメにしちゃったらいる場所がなくなっちゃうものね。どうしたの？예전에アクセサリー있지않았나요？예전시리즈에。なんかね。불길한붉은링불길한레드링빨간링으악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 
説明じゃわからないわよ。うん、説明とはもっと論理立ててするべきなのだ。ヴァイスちゃんがそれを言う？だけどミーのそういう直感って割と侮れないのよね。とにかくここの親玉に会えばはっきりするんじゃない？うん、そうだね。わからないなら考えない、考えないならとにかく行動してみよう。あれでいいの？あなたの相方は。いつものことだから。思ったより平和な国ね。それにスカウトコップリね。活気にあふれてるというか、みんなアクセク働いてる。町の人もまだいるね。ほら、あの人たちとか。まったく、どうなることやら。こんなに膨大なコストかけて人気が出なかったらこの国はどうなっちまうんだ。だけどここまで来たらやるしかないだろう。不安なのはみんな一緒さ。ねえねえ、そこの人たち。ハチン魔王인데ん？モンスター잡는데적합한무기。何を隠そう、私たちは救世主ネプテューヌとその一行だよ。何私たちのことおまけにしてるのよ。まあまあ、ノワールは特別に主人公パーティーに潜む敵のスパイって美味しい役どころにしてあげるから。ノワール배신자야？それ終盤で改心するけど死ぬやつよね。ネプテューヌ、あなたね。賑やかなジョーちゃんたちだな。けどよ、俺たち忙しいんだ。用がねえなら行っていいかい？うん、待って待って、聞きたいことがあるの。今この国がすっごいピンチなのに、皆さんはどうして避難しないんですか？ピンチ？俺らの仕事の方さ。そうそう、マスターアップが目前に迫ってるもんな。ゴールデンに目前이라고。そういや、ここのとこニュースも何も見てないな。俺なんて3日も家に帰ってないよ。クランチモードで戦うゲーム開発者って。典型的なブラック労働になってるわね。だけど皆さん不思議と楽しそうね。ねえ、みんな一体何をしてるの？何って、そりゃもちろん俺たちはゲームを作ってんのさ。マスターアップまであと一歩ってところなんだ。今が正念場だよ。まあ、ゲームクリエイターの方々でしたの。それで一体どんなゲームを？そりゃすごいゲームさ。なんせこの国のリソースをありったけつぎ込んでるからな。リソースだけじゃない、かけたエネルギーも半端じゃないんだ。そこまでおっしゃるのですから、よほどの対策なのでしょうね。ほう、 AAA ゲーム。 MMO でしょうか、それともオープンワールドでしょうか。ベールさんが珍しくテンション上がってる。ゲーム好きなのよ、特に二トゲ。왜 BL 게임을 공급 안 하지？ そんなにいろんなものつけ込んだら失敗した時やばいんじゃない？ベリー좋아하는게임은그거말고도하나더있을텐데。それはだけどな、 CEO がいるから。 CEO？ チーフエグゼクティブオフィサー、最高経営責任者って意味の略称よ。もちろん知っておったのだ。最高の責任者だろ、まさに我のような存在なのだ。責任者라는단어의무게감을모르는건。バイスじゃない方の CEO って何者なの？ああ、新しくこの国にやってきたんだ。それからいろいろ改革を断行して、今回の大プロジェクトを立ち上げたんだよ。マジか、それやっちゃダメなやつじゃん。失敗したら目も当てられないって。そうなんだけどな。なんだか事情がある感じ。最近のこの国のゲームはどれも同じようなのばっかでよ。もうガチャゲームを만들고있어。引いて。あにま。当たりか外れか。そんなのばっかりだったからな。嬉しかったんだよ、みんな。新しく楽しいことを始めようってのがさ。おっと、そろそろ休憩時間も終わりだな。悪いな、ジョーちゃんたち。
俺らのゲームが完成したら遊んでくれよな。よし、もう一踏ん張りだ。なんだか生き生きしてたわね。クランチモードだと侵略されてるようには見えないんだけどさ、その CEO ってのが発根臭っぽくね。だよね。最近来たって言ってたし、アンチは多い。なのに街の人は生き生きしてる。ミーの言う意味がちょっと分かってきたわ。 CEO って本当に発根臭でこの国をオワコン化させようとしてるのかしら。みんなを騙して国のエネルギーをたくさん使わせてこの国をオワコン化しようとしてるのかもよ。人家人クランペットにやすいかよ。エネルギーがなくなれば国を維持できずに崩壊。そんな無茶なことをするなんて普通はありえない。それが発根臭の仕業だとしたら私許せませんわ。エイム만들고처치하자。確かめよう。バストロビー目標になったんか。考えてもわからないなら考えないだね。きっと CEO の居場所はこの先ですわね。ちょっとベール、進むの早いわ。気をつけないと。皆さんが遅いのですわ。やっぱゲームが絡むと怖いね。好きにさせればいいのよ。CEO が悪い人だったら町の人たちショックだろうなって。頑張ったら絶対にうまくいくって。それだったらいいんだけどね。実際はそうもいかないっしょ。もう待ちきれませんわ。だから待ちなさいってベール。行こうみんな。フェアとこの国絶対に助けよう。見つけましたわ。あれが CEO ですわね。待って、誰かと通信してるみたい。これが私が提唱する一生遊べる RPG テクセクエスト5です。完成までの道のりは決して楽な道のりではありませんでした。ですがついにここにリリースするに至りました。私の全身全霊を尽くした珠玉の一作、これこそが私史上最高のゲームであると断言できます。売り上げが低迷しているこの国のゲーム市場を再活性化させる新たな国民的ゲームとなるのです。カド様は今まさに歴史が変わる瞬間に立ち会っておられるのです。カド様？うわぁ、ラスボスとお話し中だったか。うまくすれば角の居場所とかいろいろ情報が得られるかもしれないわ。少し様子を見ましょう。一刻も早く CEO をコテンパンにして差し上げたいのに。テクテクエスト5のサービスが始まれば定期的にエネルギーが生み出されます。そのエネルギーは全てカド様のお手元に集まることになるのです。それで？お前の言う重要な話とはそれだけなのかと聞いているのだ。それだけ。私はカド様のご命令通りにこの国を侵略し、そして安定したエネルギーの供給を。ああ、そうだったな。お前はかなり初期に派遣されたのだ。忘れていた。エネルギーは十分手に入り、すでに計画は次の段階に入った。お前に与えた命令は無意味なものとなったのだ。無意味？ああ、そうだ。ちょうどそちらに救世主どもが来ている。相手をしてやれ。ゲームのリリースを中止すれば国民全てをアンチ化できるだろう。それで奴らを足止めするくらいの役には立つだろう。無意味。
私が心血を注いだゲームが無意味。なんだかかわいそう。自分が一生懸命頑張ったことが全部無駄だなんて言われたら辛いわよね。カドメイ、部下の心を守らぬ者に主として君臨する資格などないのだ。どうしよう、なんか戦いづらくなっちゃったよ。 CEO さん、お前たちは、そっか、救世主どもですね。ならばカド様のためここで倒させていただきます。ちょっと待ってよ、あんな言い方されてまだカドのために戦うの？そうよ、あなたを見捨てたのよ。それでも私はカド様のお役に立つためにこの国にやってきたのです。私はワンダルの財団系発根衆が一人、成功神デイウォーカー、カド様への最後のご奉公のためお相手願います。うわ、全然話聞かないよ。ネプテューヌ、戦いましょう。ベル、あの方は本気ですわ。私たちがそれに応えなければ、他に誰が答えて差し上げられるのでしょう。私の最後のご奉公。さあ、サンダイブだよ。クライマさん、そんなに言うよ。やっ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 いい人よ。はーい、はーい、打ってみるよ。特大の行くわね。よーでは来た、今までで落ち着いたな。カド様、お疲れ様でした。どうかゆっくり休んでくださいませ。終わったね。そうね、あまり後味は良くないけど。自分の作ったゲームがリリースするとこ見られなくてかわいそうだね。カドメイ、やはり許せないのだ。フェアをあんな風にしただけじゃなく、自分の部下を使い捨てにするなんてね。キリ、どうしたっしょ？あのね、ゲームやった人たちからレビューが届いてる。ゲームって、デイウォーカーが作っていたあの、テクテクエスト5のこと？あ、うん。あら、このゲーム、なんだか悪くないみたいね。うわ、本当であるな。ほとんどがとても楽しいと好評のようだ。あ、これ。まさかの感動エネルギーじゃん。すごい、こんなに。どうやらあいつのゲームはコンテンツとして多くの人の心をつかんだみたいね。どうする、一応発根衆が作ったゲームよ。このままにしておきましょう。一度世に出たなら、そのゲームはもうプレイヤーのものですわ。そうだね、ゲームは誰かを楽しませるためにこの世に生まれてくるんだもんね。じゃあこの国の方は大丈夫ってことでフェアリー探しをしようよ。カドが拠点を移しでもしてない限り絶対にどっかにいるはずなんだしさ。そうだね、今度こそフェアちゃんを助け。何か来る。
ぞ。フェア、元に戻って。あの歌、私もう一回聞きたい。理性がないもの、言葉はもう届かない。みんな戦おう。ネプッチ、私たちの力でノルの暴走も元に戻せたでしょ。ならきっとフェアのことも戻せるよ。そっか、それは確かにそうかも。でも失敗したら。失敗なんかしないよ。だって私は主人公なんだから。あ、ノルの時と同じ方法を試す以外に道もないしね。わかった、私も頑張る。そうだな、必ず戻すと信じてやってやろうではないか。友情パワーとかあんまり言いたくねえけど、ま、そういう類の何かで頑張ろっか。私が、次は私、一目続きは任せて。綺麗に決まったわ。よい、我の番だ。さあ、そんなに怖いか。いつでもいけるぞ。僕が決めてだ。いい人よ、任せて。我の番なのだ。悪魔の力よ。よし、はあ、これも追加ね。とどめだ。ストーメン行くのだ。フェア、もう大丈夫だよ。フェアちゃんが元に戻った。もう大丈夫みたいね。皆さん、ずっと見てましたよ。ようやくこちらの世界でお話できましたね。フェアリー、説明しなければいけませんね。ことが起きたのはネプテューヌ様たちとミー様たちを転送したあの時でした。ちょうど転送を終えたところで、カドがクラウドを吸収してきたのです。それにより施設に負荷がかかり、皆さんがこの世界に転送されるのに大きなタイムラグが発生したのです。じゃあその間にフェアさんは。はい、私はそのすぐ後にカドに囚われてしまいました。そしてカドは私の姿に化け、施設を乗っ取ったのです。正しく転送できていれば、皆さんがカド扮する偽物の私に会うこともなかったのに。すみません。ううん、いいんだよフェアちゃん。そうですわ、一番大変だったのはフェアさんなんですから。こうして無事会えたんだから気にしないで。ありがとうございます。バイス様とリヒト様は私が角に囚われた後に呼び出させていただきました。ネプテューヌ様たちの転送にタイムラグが発生していると察した私は、新たな救世主としてお二人を選定したのです。囚われている間もコアの力が使えたので、なんとかこちらの世界に来てもらおうとしたのですが、見張りもいたので満足な説明もできないまま呼び出してしまいました。本当にすみません。気
気にするでない。おかげで美味しいものをたくさん食べられたのだ。バイスちゃん、あんな目にあってゲロインとまで言われて、それなのに相手を気遣うことができるなんて、とっても成長したのね。だからゲロイン言うな。とにかく我らは怒ってなどおらぬからな。ありがとうございます。バイス様、マウリ様とキリ様については全く違う惑星に転送してしまい、すみません。現れの中、カドはいない隙をつこうとしたのですが、それもかなわず、結局カドから拷問を受けている間に転送を強行したので、座標が大きくずれてしまいました。ここに来るまで大変だったと思います。本当にすみません。いいですよ。そうだよ、フェアリンってば。そんなひどい状況でもいろいろ説明してくれたじゃん。そのおかげで今に至るってね。結果オーライっしょ。マウリ様、それにフェアも大変だったんだから、そんなに謝んなくていいよ。そうだよ、フェアちゃんは頑張ってくれたよ。謝ってばかりですみません。また謝ってるし。あ、そのすみま、ありがとうございます。そうそう、それでいいんだよ。でもこうしてみんなが集まれたってことは、これでフェアの作戦は成功ってことよね。だよね、こっからが反撃のターンだよね。ライフがゼロになってもうやめてって言われても許してあげないんだから。皆さん本当にありがとうございます。ねえ、いい機会だから聞きたいんだけど、カドは何を企んでいるの？이렇게표정바뀔때마다페어디페어디를아웃시키는거예전에일본어파했을때V2 제작진이얼마안남은건가계속새로운개발스텝을보지하는데경력을안따진다고하더라고요오야낸のため様子を見に来ればまさか元に戻っちゃうとはね。보통예전같으면저렇게페이드아웃페이드인시키지않고그냥화면띄워져있는상태로표정만바뀌던데요어째서화면을껐다켜는방식으로표정을바꿔야되는건가もしかしたら怒っているのはこっちの方かもしれないのだからね。なんか喋り方くっそムカつく。うん、うん、またフェアちゃんを化け物にするつもり？しないって。そんなことっていうか本当は来たくもなかったんだけどね。でもまこれくらいは仕事しないとね。보기보다쎄. 으쌰, 페어린가 消えた? 에, 페어선은 どこに行ったの? 머리 하나밖에 없는데. 自分を犠牲にするとは, さすがは女神. 마, 今日はこれで仕事は終わりにするとしよう. 逃がすか? ネプテューヌ, 残念だけどもう逃げてしまったみたい。せっかくまた